い、皆さんこんにちは。囲碁の女流棋士で関西棋院所属2段の飛田咲です。今回もね、囲碁実況の方やっていこうと思うんですけれども、今まで様々な布石を皆様にお見せしてきたんですが、今回は私が自分がね、試合の時とかに愛用してよく打つ布石っていうのでやってみたいと思います。まあもう本当に試合感覚で、まあ喋りながら分かりやすく皆様に説明しながらではあるんですが、もう本当にね、もうこれは試合だぞっていうぐらいの気持ちで、ちょっとね、あの皆様にそういった姿をお見せでしていきたいなと思いますので、ぜひご視聴いただけたら嬉しいです。それではやっていきましょう。対戦開始。対局を始めます。はい、待ちしました。よろしくお願いします。今回私黒番で打っていきたいと思います。まあ、今回ね、あの今までいろいろな布石を試してきたんですけれども、まあ、自分がね、その普段よく打つ布石みたいなのを今回はやっていきたいと思います。まあ、初手星、まあ、小目に打つこともあるんですけど、星で、そうですね、まあ、こんな感じでね、構えて打つのが、まあ、一番私は黒番を持つと打つことが多いですね。まあ、特にあの打つ布石に理由がないんですけど、なんて言うんだろう、ある程度勝率が良かったりとか、いい碁が打てたりすると、その布石をちょっととりあえず引き続き打っていくっていうようにすることが多いです。まあこの黒の構えね、比較的好きで、まあ、白もここにかかってこられた手で三々に入ってこられたりとかつけたりする手っていうのが、まあ、流行っていますね。もちろんこちらにかかってくる手もあります。まあ、これは基本的にそうですね、桂馬に受けてます。まあ、最近はね、これに例えば手抜いてこう違うところに打ってね、両掛かりをさせてもいいですよっていうような風潮もあるんですけれども、まあ、しっかりとね、受けて打ちたいと思います。で、はい、3連星ですね。そうですね、まあここでどうしようかなっていうところです。これかかりっぱなしになってるので、なんか仕掛けていってね、こう挟んでいくようなのも有力だし、ほっといてなんかかかっていくようなのもあるかなと思います。もちろんこっちかかりもあるかな。秒読みを始めます。悩ましいところですね。まあただ一応、まあこう構えてるところなので、下辺が比較的大きいんですよね、この構えの位置からして。だからかかっていきたいかなっていう、まあこの辺は気分の問題なんですけど、かかって様子を聞いていきたい。で、挟まれたので、そうですね、これは三々ですかね。まあ、両掛かりにしてね、打つような手もあるんですけど、これ両掛かりすると何が嫌かって、ここにいる時にここにこう打たれるの嫌なんですよ。この瞬間こう打たれた時に少々難しいというか難解なことになるので、三々でいきたいと思います。まあ、地に辛い打ち方ですね。これこっちから押さえる、はい、感じだと思います。で、張ってここに打ってっていうことなんですが、さあここでどうしようかな。なんかこれあんまり見かけないですよね。久しぶりに見たような気がしました。まあ押しか下がりか下がりなんですけど、下がってみますか。あんまりこれ打ったことないって人もしかしたらいらっしゃるかもしれませんね。まあ、これには押しなんですね。で、下がった時に、まあここの隙間が気になるって時はね、こう受けることもあるし、もう押さえ込みは力強い手ですよね。一応下辺は問題なく生きてるので、手抜いて差し支えはないところですね。跳ね出していきたいところもあるんですけど、まあ、いきなり行くのもあるかな。戦いになりますけどね。まあ、手抜いてこっちに行くっていうのもありかな。まあ、これも挟んでこられるかも。そうかそうか、そういうことか。まあ、今度同じように三々に入るのはさすがにちょっと辛すぎるかなって気もしなくもないので、両掛かりやってみましょうか。どういう風になるのかね、皆様に見ていただこうっていうことも兼ねて、まあまあこうつけていただいたら、まあ跳ねて切らせてつけて、まあ一応黒不満のない定石になっていくんですけど、まあ、白も反発、あでもつけですか。なるほど。まあ、ツケだったらそうですね、まあ、跳ねていって伸びですかね。抑えようっていうことかな。いや伸びですかね。まあ、ここで三々に入ったらこっちから十中八九押さえてこられるとこなので、まあ、ツケまで行きたいですかね。ツケまで行って、まあ、これ抑えだと思いますね。割り込む定石もありますけど、割り込みはこう押さえてつないでかけ継ぎで後継に一応なるので、はい、黙って押さえがオーソドックスかなと。でつなぎにつなぎでしょうかね。はいはい、なるほど。そうですね、まあ、ここで、黒もかけついでしっかりさせるような手もあるし、押して打つのもありそうかなっていうところで、どっちかなっていう感じなんですが、いずれにしろ強者見えてる。押したい気持ちもあるんですが、一旦ここはバックしましょうかね。っていうのは、まあ黒からこうコスんでとかつけたりとかして、この1目をまあ動いていくのが、まあそれなりの狙いといえばそれなりの狙いなので、一応押したらまあ守られちゃうって意味もあったんで強調したんですけど、まあ嫌なのはこれですね。そうですね。だからこの手で角まで行くのも、まああったような気がしますね。ちょっと微妙な手だったような
感じは否めません。まあしょうがないですね、これ逃げていきます。とりあえず封鎖されると苦しいし、抑えるのはちょっと気かされだったので気が差しました。とりあえず逃げといて、まあまあそうですよね、調子で守ってこられた時に、いやまあここでも怪しいですよね。なんかまあ一応これ牌一つ急所なんですけど、抑えたくないんですよね、心理的に、心理的な問題なんですけどね。6、7、8、コスミ、いやまあ微妙な打ち方なんですけど、とりあえず頭出していこうってことですね。でなおかつまあ一応ここ壁作ってるので、白が一応それを牽制していくような意味合いを少々含んでる。あとこの跳ね出しの威力をちょっと上げたいような意味もありますね。ここの隙間が結構空いてるので、跳ね出しがそれなりにきつくなっていくような意味もある。まあ片付きは暗にこれ狙ってますね。こっちに打ってるように見せかけて、まあ結構ここに少し目をいっている。相手が右に打ってきた時っていうのは、左の方もちゃんと逆側を見るといいってことが多いです。上打ってきた時は下とかね、結構その逆の方を意外と狙われてることがあるので、その辺気をつけていると良い。でこれなんかちょっと打ってみたいんでいきましょう。ここら辺に来たので、一応こう伸びていった時、次この辺の隙間ちょっと強調しておきますね。はい、まあ、この2目もでも取られると大きいから、真っ白もこう置きたいとこで、まあ、ここでも強調したんですけど、そうですね、まあ、ここでいきなり入っていくのはどうなんだろう、入っていったらどうなるんだろうね、やってみましょうかね。いやなんかめちゃめちゃ難しくなるんですけど、こういうことすると。でも厳しいかも。それなりに距離があるとこで、まあ、この2目捨ててこの2目取るだったら、まあ、こっちも結構いいラインだと思うので、いやそっち路線でいきたいな。まあ、これ押されたら結構、まあ、この2目取られたも同然なんですけど、なるほどね、このかわし方があったか。まあ、これはもう下からかわしていきましたね、白は。そうですね、まあ、もう一歩、これ一発押しますかね。一発押すことによって、一応この2目即取られは避けられるので、一回はそうですね、補強しときたいかな。まあ、ここで一旦バックですかね。こうバックして、とりあえずここのラインを少し手厚くしておきますか。このラインがまあつながってくれれば、まあ一応黒としては不満ないんですが、これいい手でしたね。なるほど、うまいな。まあ、しかしこう打ったことにより、一応白は確かに出に抑えでいけるんですけど、こっちの1目が弱体化して取られやすくなってるってことは、つまりこの出切りは気にしなくていいってことなので、これも押していきましょう。でも伸びでしょ、伸びてこられてもここのライン気にしなくてもまあいいっていうことなのかなと思ったんですけど、跳ね厳しいな。なるほど、まあ伸びたら挟まれんの見え見えだから、ちょっとここで工夫したいなっていうことですね、お相手の方の。いや、なるほど、それうまいと思いますね。挟みたいですけどね、でもね、とはいえ、いやー際どいな。いや飛びか、いや飛んどくか、挟みたかったけど、無難な手ですね、非常に無難かつビビリな手ではありますが、追求しますね。いやきついですね。まあしょうがないですね。しかしここはまあ白に打たれたらもう、でもとりあえず対応しとくしかない。これをまあまだ狙われてはいるんですけど、現状大丈夫だと思うので押してで来られた。こっちはだからもう打つだけ打ってパッと開いて収まっちゃおうっていう意味ですね。だこうやって打たれるとね、ついだからカッとなって、よし行くぜって言ってこういう風にやっていきたくなるんですけど、ちょっと危険です。やっぱり2目の頭なので、ここ急所なのでしっかり伸びていきたい。まあ、これだけ打って開こうってことなんじゃないかな。この押しは今度は受けないぞって思ってたんですけど、来られましたね。捨ててもいいってことかな。捨ててもいいってことかもしれないんですけど、まあ、一応くれるならいただきたいかな。だからこれでもまださばいてこられる。そうかそうか、そういうことか。まださばけるよっていうことですかね。下跳ねとかでまあ取られないよっていう意味だったかもしれない。まあ言われてみれば取られないかもしれませんね。まあまあ確かに、まあ、しかししょうがない。まあ、一応黒としてはこのラインでつながって手厚くなるような意味があるので、際どいですけどね。これ生きて、あでもこれ押さえが効いてるのかな、部分的に。これがそうかそうか、一応生きてるか。なるほどね。ここ次押さえてこられるかもしれません。これここに打ったら一見こことここで目ができそうに見えるんですけど、黒から曲げられちゃうので、この瞬間にこうやってこられる可能性が高いですね。でも難しい。いやしかしまあここに打たれたので、これ死活なんですけど、いやさっきも言った通りなんですけど、黒はここに曲げる手があっ
って白がこう跳ねついた時にここに黒に打たれてこれ掛け目になっちゃう可能性があるのでこれ白生きられるかどうか際どいような気がします。はい、押さえてとりあえず行きたいですね。これ繋いだら黒ここに打ってここ掛け目になる。いやこれしかしうっかりの可能性もあるが、いや誘ってる。ここに石を持ってきてこう切る。いやでも一応黒ここから当ててこの切りにはここから当てて伸びにここから押さえて曲げにこれで取れてるので、結構この白助けるのは大変なんじゃないかなというような感じですね。はい、まあハサミつけは、はい、だからあの部分的に白が息がないのでこっちになんとか活路を求めているっていうような感じの手なんですけれども、まあ、一応外から押さえて当てられたら繋いどいて、まあ、結局白のこの手には黒放り込みで掛け目になるから、そうですね、白はもう助けるのは難しいっていうことで、はい、手を抜かれました。まあ、この羽に対して黒も跳ね返すか、コスんで受けるか悩ましいんですが、まあコスの無難ですかね。まあ、割り込みに対して受けなくてもいいってことですね。これもしここに押さえると白のこの割り込みを押さえつなぎに対して一応切りにまた補強しなきゃいけなくなるので、ちょっとそれを避けてここに打っとけば一応割り継ぎにも切りにこれで対応できているので手抜けますよと。はい、というわけで白この厚みを生かしてこの黒に猛攻撃を仕掛けたい場面。はい、確かにその通りですね。まあ、ここはとりあえずしかし連絡させないのでこうやるで目取ってこられる可能性高いですね。ここに打って、あーでもこれで取れている。まあそうか、ここ一応死ぬんですよね。そうなんですよね、まあ、しょうがないかな。そこはもう取られちゃいましたけど甘んじて取られるしかない。一応廃棄用書なんでもう打っときますか。これ結構嫌ですね。白次這われるとこの黒全体の目がなくなって攻められるので、で一応これ取られてて、現状、黒がまあ取られたように見えるんですけど、一応死んだふりを実はしていて、この切りとかにちょっと味をね、この出とかこういうところに少しだけ味を見ています。でここに打たれたんですけど、部分的な死活なんですけど、一応出に対して白が引くのっていうのは多分無理なので、この出切りの関係もあって、これ生きてるので手抜いちゃって差し支えない。あーちょっと待って、どこに打ったらいいの、なんか分かんなくなってつけたんですけど、とりあえず上辺が大きくなってきたので上辺を削減に行きました。ですが別にここに打つ予定ではなかったので作戦外の展開になっております。これどうしたらいいんだかな。引きか羽なんですけど、引きが無難なのかな。これ繋がれますよね。でもね、重たい打ち方でしたかね。あ、下がりか、そうかそうか、そっちで来られました。そっちもありますよね。重たい打ち方なんですけどね、少々。まあ、一応ここでなんか、まあ、ここを分断して、こう、黒がつなげることができれば一番理想的なんですよ。それを目指したいんですけど、これで受けてくれないんですよね、そうそう。ここでね、受けてもらったら、ここに打とうとしてたんですけど、まあ、受けないですよね。で、まあ、切って、まあ、一応これにはこっちでってことだと思われますね。これ、頑張られる。そうか、頑張られるか。いやーすごいパワーですね。でも確かに打たれてみれば頑張られちゃう形ですかね。悩ましいんですけど、これはとりあえず引きかな。引きですかね。でどうなってるんですかこれ。こうやったらこうやったらこうやってこれにこれでいけてるって、こう一応こう争いなんですよ。それだとでこれに対してこっちでっていう意味かもしれないんですけど、それだと一応3個落ちる意味がでもこれ動いちゃいけないかな。私こんなの動いて何をやっているんだろう。これ捨てて打つ方がいい可能性もあります。こんだけ力貯めてるんだもんな。ここで喧嘩してもっていう感じはしますよね。そうですね、これちょっと動いていくの心配かな。捨てますか、捨てましょうか、こっちで振り替わっていきますか。一応これ取れてるからあんまり無理しない方が、つなぎですか。で一応攻め合いになりますね。そうするとこの手で一応こっちで来られて黒つなぎに切りを予想してたんですけど、これ攻め合いなんですが、攻め合いはどうなんでしょうか。つないでこう打った時に跳ねて、これにこれに
こう一応ちょっと黒の方が手が長そうに見えるので、この手は私は読みから外していたんですけど、何かあるのでしょうか。あるいはここを攻め立てて本当の狙いはこっちっていうことも考えられなくもないのですが、一応ここが残って、この手に対して別に跳ねかけつげば分的には生きているよな、いるので大丈夫だと思うんですけどね。少なくとも無条件死は見えない。この4つが取れればこれも助かるので結構大きいような、あの部分的には確かにそれで死んでるんですよね。ただここに打つ手があるよっていうふうに思ってたんです。これに引いたらまた出ていきますし、今度ここ出切り発生しますから、押さえたら切れますから、だから一応生きてると踏んでたんですけどね。そうですね、このつなぎがもしかすると誤算だったかなっていう気はしなくもない展開なんですが、どうなんでしょう。いやでもものすごいパワーの方なので、どこからなんかすごい強打が飛んでくるかわからないなっていう、ちょっと内心どっかしらビビりながら打ってるわけなんですけど、まあ一応白はここの攻め合いは勝てないと見ておりますね。これは一応取れてるし、黒もここは助かっていて、まあ一応これが取れてるっていうことなので、現状黒としては形勢は悪くないかなと。というわけで隅をしっかり収まって、まずはこの黒をしっかり補強させていきたい。はい、ではお相手の方としては右辺を大きく盛り上げる作戦にシフトされましたね。これで私がこれ割り込みたくなるんです。通常この押さえつなぎつなぎの相場なんですけど、でも多分こっちから来られるよなって感じがするので、もうね、僕挟んで飛ぶじゃないですか。これで割り込もうかなと思って準備工作で打ちました。割り込みに押さえていただいてつないで、ここで悩ましいと思うんですよね。この2目ちぎれると大きいから、つないだらでも切りが入るので、まあ、ここにいとけば切った時にこう白に打たれた時にこう戦えるなっていうイメージです。はい、こうなった時にちょっとこれがおまじないになってるかなっていう意味で打っていますが、なるほど、跳ね継ぎはうまそうな感じがしますね。そうかそうか、今度この切り、一応現状切りにはつないでこれにはこう戦えているんですけど、そうですね、ただつなぎに対してこう黒はやっぱりでもそれでも無視してこっちに来られるので、それが嫌だったってことでしょうね。こっちを助けられたので、まあ、ここ頭叩いて、はい、これまたしかし難解なことになりましたね。そうですね、まあかけついで、まあこういう手には出切ってってことなんですけど、黒もなんかやぶ蛇だったというか、なんかすごい余計なことをして、なんかね、紛れたというか戦いにまたなっちゃったような感じがしなくもない展開ですね。まあ、とりあえず出ですかね、これは出て、一応これ壁ってことで、戦えてるんじゃないかなっていう気がするんですけど、すごい攻め合いに、なりますね。またね、この白対この黒っていう攻め合いになりそうな雰囲気ですね。まあ、抑えてきたら切りますし、伸びてきたら出ていこうってことで、とにかく黒は切りを強調していきます。はい、一貫して切りを強調。はい、で攻め合いにまたなりましたね。まあ、白この2目要なんで取られちゃいけないので、まあここは何かしらおそらく補強ケアされると思います。まあ当ててつないで、まず単曲げかな、そうか、当てつなぎで、まあ、単曲げ、あ、跳ね、はい、まあいずれにしろ何かしらのケアが入って、さあここで攻め合いがどうなっていくかっていうところなんですけど、大丈夫な気はするんですけどね。置きが急所かな、置いてつないで引っ張って押さえてガチャンと打って 1、2、3、4、5手対5手ですかね。5手対5手か、まあ、切ってつないでこうやった時の白は5手で黒も5手なんですけど、一応逃げ道があるので大丈夫かなと思ってはいるんですけどね。ただこの羽一発を打たなかったのが少々悔やまれるかなっていう感じはあるんですけど、まあ多分逃げ切れると思います。はい、黒この辺飛ぶ手があるので、
それで手数伸ばせると思うの で白のこの後手っていうのはもう伸ばしようがない形になってますからね。とりあえずここさえ手を伸ばせば、いけるんじゃないかなって思ってはいるんですけど、このコスミツケはなかなかそうかうまそうな手ですね。とりあえずしかし伸びていて差し支えないかな。伸びましょうかね。この割り込みに本当に要注意なんですよ。割り込みはしかし現状抑え切りに、こっから両当たりにする手がありますからね、大丈夫ですね。で、まあ、こことこうまた伸ばすことができればこのラインまでこうつながって手が伸びていくので、はい、白としてはそれは避けたいですよね。だから今つけてこられたんだと思うんですが、まあ、一応これも効いてきますし、そうですね、これにはこんなもんでしょうから、あーでも頑張って、とにかくダメを詰めないとっていう感じですよね、お相手の方としては。ただ当てが効いて繋いだ時にこう膨れる手が生じるあたりがどうなってるのかっていうとこなんですけど、いやーでもパワーでって感じですね。まあとりあえず抜いたので、まあここの切りも出てきたし、これは繋ぎでなんとか大丈夫。逃げ切れたような感じはしますね。一応この白の眼形もちょっと怪しくなってきているので、はい、これはなんとか逃げ切れたというか、まあ、ここの攻め合いが単品で結構白と黒でどっちが勝ってるのか自体、はい、まあ、黒が有望な感じもするような感じですね。はい、つなぎのここでつないで、はい、そうですね、まあ、ここで置きが部分的には急所なんですが、 1,2,3,4,5 すでに黒6手ありますからね、まあ、これ守っておきますか。手堅く、はい、でまあこれよく見たらでもこうやってこうやってこうやればまあいきますからね。はい、まあ、いろいろなんとか助かったかなっていう感じはしますね。まあ、ここあたりも一気にいきましょうかね、無難に。はい、ここはとりあえずこの黒を安定させて、部分的にこの白っていうのは次黒にここに跳ねられると死んじゃう形なんですけど、だからまあ黒はこっち跳ねて攻め合いに行く手も考えられたかもしれないんですけど、とりあえず生きて打とうと思います。はい、そうですね、まあ、この切りとかも決めちゃって、でまあつければもう生きですかね、形は。はい、つけて、まあ押さえた時に、まあ、当ててもいいし黙って下がってもいいですね。まあ、なんとかこれさえしのげばここを攻め合いのところが自然と落ちてきてしまうので、はい、今ここに打たれたんですけど、まあ部分的にもう生きている形なので、もうこっちから大きく取りに行っちゃっていいかなという気がします。はい、でまあこれは下がって受けといて、はい、まあこれは生きるのですが、まあこっちが取られちゃっているので、一応これは、はい、なんとかいけそうな感じはしますね。とりあえずこれに対してはまあ受けなくても大丈夫そうなので、手を抜きたいかな。ちょっと待って、あーひどい悪手、これはまあ悪手ですね。はい、つながれますね。でそうですね、まあここで単体できるってはなくそうだけど、ちょっとうるさいんですかね。これこの辺からなんか飛ばしてくるような手がある、かもしれないからなんか打っときますかね。ちょっとこれはどこ打っていいか分かんない。はい、ただまあお相手の方としてはそうですね、今投了されたんですけれども、やはりここが取られてしまったっていうことで、まあこの黒がねちょっと最後逃げられちゃったっていうことで、投了されたんですが、まあでも非常に力の強い方で、遡ってみればこの下辺ですね、ちょっと検討モードに入っていきたいと思うんですけど、繋いだ時にここにまあもし押さえていたらどうだったかなっていうのはちょっと思います。部分的にはこう打てば死ぬんですけど、このように打つ手があって、黒のカケツギに対して、まあまあそうそう、これも、まあ、打っときますかね。これにこうなるとして、こう跳ねて押さえて、ここに打つ手が
あって、部分的にはこれこのように打たれてね、繋いでもここに打たれて黒当たりで繋がなきゃいけないから死んじゃう形なんですよね。だからこの黒白1に対しては受けないといけない可能性があって、そうするとここに打てば生きていたので、この白がもし生きていたら、まあ、上辺もいい構えですし、ここも実戦でも現れましたけど、ここ取られちゃうような手とかまだ残ってるので際どかったんじゃないかなと思います。少しもしかしたらお相手の方に誤算があったのかもしれないんですけど、まあ、でも非常に戦いに次ぐ戦いになり、面白い碁になったかなと思います。ありがとうございました。